ークー第6話が2月22日に放送された。ラストで智子、小芝さんが妊娠しにくい体になるよう画策していた黒幕の存在が明らかになり、視聴者が恐怖におののいていた。第6話は解任した側室の落ち穂、森川葵さんだったが、打ち掛けの裾を踏まれて倒れてしまう。智子は女中たちを正すが、逆に家春の子を宿せぬことを揶揄される。家春のお渡りはあるものの、一向に妊娠の気配がなく智子は焦っていた。お品、西野七瀬さんは智子に、そんなにお子が欲しいのですかと問いかけると、智子は家春と家族を作り、愛する人の子を自分の手で育てたいと返す。そんな智子のために、お品はいつもの蔵で智子の食事について、早間貞之助、尾関裕太さんに相談。二人は並んで腰をかけると、これまで智子に仕えることだけを考えて生きてきたため、子を持つことの良さがあまり理解できないとこぼしたお品。すると貞之助から、もう少しご自分の幸せを願ってみても良いのかもしれませんね、という温かな言葉をもらう。そのまま優しく抱きしめられると、お品は、このひとときが一番幸せにございますと笑顔を浮かべ、二人は静かに口づけを交わした。ハグからキスという約50秒にわたるラブシーンに、ネット上ではついに二人がびっくりして声出た、思わず見とれてた、息を呑む美しさと反響が続々。しかしこの様子は多くの人間に見られており、視聴者からは、禁断の愛どうなるんだ、お品がピンチへ展開が気になるといった声も上がっている。ほどなくして落ち穂は子供を出産、智子は家春に祝いを述べるが、家春は子に会っていないという。智子は自分を気遣ってのことならすぐに会いに行ってほしいと涙で訴える。そして智子はなぜ自分には子供ができないのかと悩む。その頃、療養中の田安宗武、陣内孝則さんのそばには、心配そうに控える松平定信、宮舘涼太さんがいた。そんな定信を近くに呼び寄せ、宗武は耳元で何かを告げると展開した。いつも智子の居室で焚かれている香を、お品が葉山に調べてもらうと、こうできにくくする薬草が使われていることが判明する。青梅が逃げた先でお品に悟られたことを告白すると、そこに定信が現れ、それは残念だ、父上との約束があるのに、と告げる。定信は、父、宗武から、家春の血筋は根絶やしにしろ、そしてお前があの城の頂に立つのだ、と言われていた。定信は命乞いをする青梅を口封じのため家来に殺させると、片付けておけと言い放った。ラスト5分の急展開に SNS では、定信怖い、闇落ち定信様に驚愕、サイコパス宮舘やった、多くの宮舘端に衝撃を与えたあのキャラ、とりあえずオークショックから立ち直れないといった声が相次いだ。